これはね結構ね私も切実やなと思って、はい、学生が一番コスパよく練習できる方法は何だと思いますか。レッスン代高いけどバイトもあまりしたくないですわら。引きこもりダンサーさんありがとうございます。これね笑って書いてあるけどこれもう笑うしかないという状況やと思うんですよ ね、 切実やね。コロナでねあの学生のバイトもなかなか本当に大変やと思うんですよね、うん、飲食店とかで思うようにシフトが入れないとか、うん、僕らの時代でもカツカツでやってたもんね、うん、カツカツやったから ねそこからさらに輪をかけてると思うし。いいアドバイスあります。うん、なるべくその最小限の投資で最大限の効果を出すという話だと思うんですけど、うん、僕が思うにまあ、学連さん仮にねスタンダードだとしましょう、そしたら、うん、自分の先生にまず基本的なベーシックで構成されたグループ、ね、あのルーティンを組んでもらってください、うん、でなぜ基本的なベーシックあるいはその、まあ、超有名なバリエーションでいいんですよ、うん、みんながやってるようなね、まあ、みんながやってるやつをオーソドックスなやつで組んでくださいということで頼んで組んでもらいます。でそうするとまずそのサンプルがたくさん自分で探すことができるっていうメリットがありますね、実際に競技会場行っても同じステップを踊ってる人が、たくさん見つかりますし、最近であればあの、まあ、僕たちも動画を出してますけども、YouTube とかで検索してもらっても例えばフォーラウェイリバースとかフォーラウェイウィスクとかテレマークテレスピンとかそういったものを検索したらある程度の情報は、拾える、詳しい解説までいかなくてもいろんな人のサンプルが見れると思います。ということは自分でその、情報を集めれる可能性が少なくともあのめちゃくちゃ個性的なルーティンとか自分オリジナルのルーティンとかを組んでもらうよりも、情報が集めやすいということですよね。なんでそうすることによって、自分の元に集まってくる情報を増やして、でまた今はねそのツイッターとかもありますんで、こういうフィギュアをやってみて、どういうふうに思ったとか難しいけどこういうのやり方はこれで合ってるのかとかどんどんそういう自分の思ったことを、発信してみるんですね。そうすると皆さんすごい親切ですから、こんな動画があるよとかこの動画見てみとか、うん、今そういうふうにしていろんな情報を人の手を使っても集めれる時代なんで、そうやって自分である程度たくさんの情報を集めていけば、うん、何も情報がなくてただ単に全部先生任せにしてる人よりか上達スピードね上がると思いますよ。それにアウトプットしているってことは、うん、それだけ脳内で、はい、あのいろいろ考えないといけないから、うん、やっぱりアウトプットをするっていうのは大事だし、まあ、アウトプットとしてはダンスノートなんかもいいけれど、うん、あのそれ自分で見るだけだからね、やっぱり人に伝えるぐらいのアウトプットっていうと、ね、なかなかいい練習になるんじゃないかなとは思います、うん、なので僕の結論としては、うん、その先生になるべく基本的で有名な、うん、自分が検索しても見つかりそうなステップ、まあ、先に検索してからそれを持ってってもいいですよね、うん、そういうので組んでくださいってお願いするというのが僕の、一つの、回答かなと思います。このチャンネルでは社交ダンスに役立つたくさんのレッスン動画やプロダンサーの舞台裏をお届けしております。もしちょっとでも良かったよと思っていただけましたらグッド評価ボタン、そして右下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。